はい、ホワイトベースに新しい装備が入ってきました。やりました。はい、苦節何年だろうな。もう最初軽トラから始まってですね、ようやくこのハイエースとなりました。はい、リースです。はい、リースなので、所有は某金融会社になりますんで、はい、まあ、使用者は僕ですけどね。はい、というわけで、ペリペリ式をしましょう。もうね、今花粉のシーズンなので、ここうちに来てまだほんと数日なんですけど、もう車体が黄色いです。まずここからいきましょうか。これね、逆に跡が残るっていうね、これすごい花粉ですよ。これやっばいな、これ。さて、さあ、こうね、これを取ります。これを、いや、これ一回やってみたかった。これ一番って、オネアミスの翼でシロツグラーだったら、こうこれを取るんですよ。まあ、あれはね、宇宙船というか人工衛星かなんかだけど、一番ってやって、一番ですよ。おりゃー、おりゃー、おりゃー。これ意外と取れない。どうよ、取れない。バイクの人には手を振ります。いや、皆さん、すごく不思議なことが起きました。今まさしくですね、ビニールカバーを取ったばかりなのに犬の毛があります。この新車、犬の毛ついてんじゃねえか。かっこいい新車。なんで犬の毛があるんだ。これも外します。あ、これも取っちゃう。取っちゃう。これも取っちゃう。これなんか取らなくてもいいような気がしますので、取らない。はい、よし。あ、そう、これバイザーの、これはね、バイザーのこれ取っとこうね。おお、取った取った。いいね、いいね、いいね。後ろ側見てください。この広大な後部座席、スーパー GL はやっぱこのね、座席がちゃんとしてる。こちらがハロ様の、ハロ様、アモロ様、キッカ様の5座席になるわけなんですけど、多分こんだけ、綺麗なとこ揃えても、あの人たちはね、助手席に乗りたがる。なんでこれを買ったかっていうと、エアコンついてるからなんですね。やっぱ後部エアコンね、今のバネットは暑くてしょうがないから、もうね、夏場大変だったから、どうしてもやっぱここはついてる、きちんと効くやつをですね、買いたかった。はい、もうこれで大丈夫だ。いや、中まだ全然綺麗なんですよ。すごい、もう新車の匂い。おお、すごい。これぶら下がるよね。いや、いいな、これ寝れますね。すごい綺麗、下が。ああ、これ寝られる。ああ、気持ちいいな。ああ、なんか来た。なんだお前ら、なんか来た。うわこの猛獣、死んだふり。僕は死にました。やめろお前。はい。お前はやりすぎだ。やりすぎ。いったー。なんかが目に入った。
そんなの、ちいちゃん。ね、二人の番なんの、しょうにゃんの。キッカが言ってます。これで、二人で車の中でイチャイチャし放題ね。そうだね。誰にも見られないね。ハローはそこなの。はい、匂い付け完了ね。ああ、みんなどこかよ。靴脱げよ。ああ、目になんか足が入ったさっき。はい、出るよ。出るよ。ハウス。ハウス。出て出て。出てほら、ハウス。ハウス。出る。待って。行け。出ろ。出ろ。出ろ。ハロー。ハロー。やんなんの。はい。はい。いやというわけで、はい、はい、一発で、立派に毛まみれになりました。はい、はい、もう毛まみれでございます。ね、いって目踏まれた。はい、というわけで、新車のハイエースの毛付け式、無事に今日ですね、毛付け式ね、無事に今日完了いたしました。はい、そんなに気に入ったの。ちょっと、はい、新車毛付け式、つつがなく滞りなく終了してございます。本日はどうもご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。